サバ島、サバ島、サバ島はカリブ海のリーワード諸島、チョーアンティル諸島北部にあるオランダ領の島である。断崖絶壁に囲まれた小さく急峻な火山島で、島の中央にそびえるシーナリー山887メートルはオランダ領土の最高峰である。行政上はオランダ本国に属する特別自治体であり、ベス諸島、 カリブ・オランダと総称される地域の一つである。実際の発音に近づけた表記をすれば、セイバー島となる。島の名サバは、アラワク語で、岩を意味する、シバ、が語源だと考えられている。サバ島は、カリブ海に所在する、オランダ領の6つの島々、旧オランダ領アンティルのうち、小アンティル諸島北部のリーワード諸島に属する、いわゆる SSS 諸島の一つである。 シント・マールテン島の南西、シント・ユースタティウス島の北西に位置する。サバ島の陸地面積は1 3トルで、これはオランダ領アンティルを構成していた島、自治体の中では最も小さい。シーナリー山を中心に形成された急峻な火山島であり、島の外周はほとんどが断崖絶壁となっている。シーナリー山はオランダ本国の最高峰であり、 オランダ本国及び三つの自治領で構成されるオランダ王国の最高峰である。人口は約1400人。主要な集落であるザボトム、ザボトムは島の南西より内陸部、標高260メートル余りのヒアンバルに位置し、島の人口の約3分の一が生活する。ザボトムの他にウィンドワードサイド、ヘルズゲート、セントジョーンズなどの集落がある。 サバ島にはカリブ族もしくはアラワク族が居住していた痕跡がある。1493年11月13日、クリストファー・コロンブスによってサバ島は発見されたが、コロンブスはこの断崖に囲まれた島へは上陸しなかった。その後、1595年にイギリスの海軍帝督、フランシス・ドレークが上陸している。1620年には二人のオランダ人が サバ島に上陸した。1632年、難破したイギリス人が島に上陸しているが、救助された彼らは無人島を発見したと主張している。1635年にはフランスがサバ島の領有を主張した。1640年、シント・ユース・タティウス駐在のオランダの総督は、この島にオランダ人を発見し、オランダにシンド会社の植民地とした。 1664年、イギリスの海賊ヘンリー・モーガンの一族であるトーマス・モーガンが島を占拠し、オランダ人たちは、シント・マールテン島に追放され、この島は、その後もイギリス・フランス・オランダの激しい争奪の対象となり、持ち主を目まぐるしく変えた。1600年代、この島は、ジャマイカの海賊たちにとって、格好の隠れ家となった。 この島を拠点としたサバ海賊で最も有名な人物は死人に口なしデッドメンテルノーテイルズという言葉を残したハイラム・ビークス、ハイラム・ビークスである。こうしたこのマシュカラの人々はイギリスによって取り締まられ、やがてまっとうな航海や航域が島の重要な号になっていった。17から18世紀にかけてのこの島の主要な産業は砂糖とラム酒の製造であり、 後にはロブスターをはじめとする漁業も行われるようになった。1816年、この島は正式にオランダ漁として確定した。1818 18年には植民地、新とユースタティウス及び続投以下、新とユースタティウス植民地が設定され、サバ島は新とマール天島と共にオランエスタッドのシントの新とユースタティウス総督の管轄下に置かれた。その後、 西インド植民地の一部となった時代1828年から1845年を経て1845年にキュラソー植民地の一部となりミレムスタットのキュラソー総督の管轄下に入ることになった19世紀半ばにはレース網の技術がもたらされ島の女たちが作るサバレースは島の重要な輸出品になった1954年に ュラスー植民地の自治権が拡張され、オランダの自治領、オランダ領アンティル以下アンティルとなった。アンティル構成格闘では、地理的な見学や経済的な格差などからアンティルから離脱して、単独の自治領として独立しようとする動きが活発であった。2010年10月10日にアンティルが解体されると、サバ島はオランダの特別自治体となった。 2001年に行われたオランダ領アンティルの国勢調査によると1349人、2004年の人口は1424人であった。また、海外に多くの移民を送り出している。島の住民は様々な民族の血を引いている。オランダ人やイングランドのチャールズ一世によってカリブ海に追放されたアイルランド人、スコットランド人、ジャマイカから来た海賊。 島での労働のために移入された黒人奴隷などがその祖先である。島民の家系を遡ればわずか数家族に行き着く。このため島で使われている生の種類は多くない。特に人口の多い生はハッセルとジョンソンである。宗教はキリスト教でカトリックが最も多くメソジスト系プロテスタント系のコミュニティもある。このか性公会や セブンスデーアドベンチスト教会、イスラム教、ユダヤ教の信者もいる。公用語はオランダ語と英語。オランダ領であるが、島で話される第一の言語は英語である。これは19世紀以来、当の学校教育で英語とオランダ語が教えられたことの影響である。このほか、パピアメント語も話される。サバ島にはサバイカ大学がある。この大学は、 1986年にサバ成長とアメリカの医療教育グループの協力によって設立された。大学の講義がある時期には学生、教員などによって島の人口が300人ほど増える。AM エドワーズ医療センターは島の住民に医療サービスを行っている。島の地形は急瞬であり農業を営むには制約があるため伝統的に サバ島の人々は海へ向かい、水夫、航海者として、生計を立ててきた。アメリカ海軍に良い職を求めることも、珍しいことではなく、入隊のために出生証明書の偽造も行われた、こともしばしばあるという。1941年、真珠湾攻撃の際に戦死して、海軍名誉勲章を授与されたエドウィン・ジェイ・ヒル、兵装長、公的には、フィラデルフィアの生まれは、 家族の証言によれば、サバ島の生まれである。サバ島は、ボネール島と共に、オランダの特別自治体である。これに、かつての特別自治体であった新というスタティウス島を、加えた三島は総称して、ベス諸島、オランダ両カリブと来れる。農業は、イモ類などを栽培しており、ほとんど自給自足である。サバレース、スパニッシュワークスパニッシュワークとも呼ばれるわ。 島の特産手芸品であり、主要輸出品である。1870年代、ベネズエラのカラカスの修道院に留学した、メアリー・ジェルトリュード・ハッセル・ジョンソンが、レース網の技術を習得し、島に持ち帰って広めた。観光もサバ島の重要な産業の一つである。近年は、エコツーリズムで知られており、スキューバダイビングやハイキングが人気である。島周辺の海域は、 サバ国立海洋公園に指定されている。しかし、観光客は年間2万5000人程度であり、日帰りで訪れるものがほとんどなので、観光業からの収益は多くはない。島の重要な収入源は、サバイカ大学の学生が支払う授業料である。アンティルギルダーに代わり、2011年1月1日からアメリカドルが公式通貨となった。 島の人口規模が大きくないこともあって、島で楽しまれているスポーツは限られる。島の大部分は森林地帯である。シガルや湿気の多い土のある森に覆われ、マンゴーの木が多く見られる。島のマウンテンマホガニー。マウンテンマホガニーの木は、1960年代のハリケーンで大きな打撃を受けた。マウンテンマホガニーと呼ばれるのは椿ナの木。 フリージャー・アウンドラタであり、一般的なマホガニーとは関係がない。また、標高が低い地域には、先端家のスワイアティニア・マハゴに、一般的なマホガニーの禁煙種が分している。これら島のマホガニーは、絶滅が危惧されている。標高の高い場所にある、サバ島の森は、霧や苔が景観を演出しており、訪問者によって、エルフの森、 エルフィンフォレストと形容されている。森林保護地区が設定された際には、エルフィンフォレスト保護地と命名された。サバ島には、植物や野生動物が織りなす多様な生態系があり、これらを守るためにサバ保護基金、ズバコンサーベーションファンデーションが活動している。島の 4.3km 南西には、サババンクがある。水面下に沈んだ干渉で豊かな生態系があり、 特にロブスターの漁場として知られる。島の南側にある入り江、ホートベイに船着き場があり、島への主要な玄関口となっている。ホートベイの埠頭は1972年に改修工事が完成し、観光客が島へアクセスすることが容易になった。シントマールテン島からフェリーの便がある。このほか、島の西側には東病地ラッターベイがある。ボトムから ラッターベイに降りる800段の石段が20世紀末に作られた。島を貫く一本の道路があり、単にドー座ロードという名で呼ばれている。かつて島に近代的な道路を建設することは不可能と見られていたが、通信教育によって土木建設技術を習得したジョシーファス・ランベール。ホッセルが1938年に地元住民と共に工事に着手。 5年後の1943年、ホートベイから主要集落ボトムまでの道が完成し、村に最初の自動車が到着したのは1947年である。1951年には、ウィンドワードサイドやセントジョーンズまで道が通じ、1958年に全線が完成した。道路は右側通行である。1963年には、島の北東部に、 400メートルの仮設滑走路を持つファン・チョイ・ヨ・ラウス・クイーン飛行場が開設された。この飛行場は世界で最も短い滑走路を持つ商業空港として知られる。新とマールテン島及び新というスタティウス島にウィンドワード・アイランズ航空の定期便がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。